どうもこんにちは、引っ越し32階の男ハイ&ゴーのリュウです。本日は住み心地ランキング東京都23区、東京都葛飾区でお部屋を探していきたいと思います。で、東京都23区のランキングなんですけれども、こちらですね、第1位が中央区、2位が文京区、3位が目黒区ですね。で、4位以下がこんな感じで渋谷区、武蔵野市で、武蔵野市に関しては、23区ではないので、また機会があったら探していきたいと思います。で、その他の、5位以下ですねのランキングはこんな感じです。で、今回お部屋を探していく葛飾区なんですけれども、まあ、15位以下にはなるので、ちょっと詳細何位っていうのがないんですけれども、ちょっと見ていきます。で、まずいつも、探す前に案内しているこちらですね、参考のサイトなんですけれども、これが、騒音マップですね。やっぱりお部屋を探す上では結構騒音気になるかなと思いますので、こういうのも参考にしてみてください。あとは、実際ですね、住む街の治安ですね、これも気にされる方多いと思いますので、事前に調べていただけるといいと思います。まあ、今住んでいるところを見るっていうのも参考になるかなと思います。あとは、こちら災害マップですね、地震のマップです。はい。で、こちらもまあ意識される方増えてるんじゃないかなと思いますので、参考にしていただけるといいと思います。で、この縦にランクというのがあると思うんですけれども、これ1から5まで数字があって、5に近ければ近いほどちょっと危険度高いよということですね。なので、木造住宅とかが密集しているところとか、まあ、そういったところはちょっと危険度が高い傾向とかがあったりしますね。はい。では実際にちょっとお部屋を見ていくんですけれども、相場ですね、はい、こちら5.7 万円から 11.3 万円ですね。おそらく、今までの最安値かなと思います。ワンルームとかに関しては江戸川区が一番安いんですけれども、 3L とかちょっと間取り大きめのところに関しては一番安いかもしれないですね。ですが、こちらですね、はい、足立区、墨田区、荒川区の近くなんですけれども、まあ皆さんもご存知かもしれないですけど、寅さんとかこち亀とかの舞台になってるところですよね。はい。自分も亀有に一回行って銅像を見た記憶だけがちょっと残ってますね。その他で何ですかね、訪れたことはないかもしれないですね。はい。なので、まあ、こういうアニメとか寅さんの中でも出てくるとは思いますが、柴又とか、はい、そういうのがよく聞く地域にはなってきますね。あとは新小岩とかもありますね。はい。では実際にちょっとお部屋見ていきます。はい。ということで、葛飾区でお部屋、今回はスーモで見ていきます。で、おすすめ順で、こちらですね。なんすかね、クリスティーンみたいな、クラスティン。1LDK、8.5 万円。綺麗ですね。洗面台もおしゃれな感じですね。
と趣味の話になりますけど、こういう丸いタオル掛けとかいいですよね。意外にこういう洗面台のところって引き出しにタオルかけて終わるみたいな感じで、ちょっと収まりが悪かったりしますよね、見た目的には。はい、で続いてがこちら、セリシール 1LDK 9.2万円。あ、この間取りいいですね。自分はこの玄関入ってすぐ一部屋、奥に一部屋という作りが結構好きですね。まあ、部屋でのプライベートというかと、何か集中したい時を切り替えられたりとか、まあ、寝室と、まあリビングっていうのを分けることもできるので、非常にこの使い勝手がいい間取り、いいなと思います。はい、でまあ自分の、まあ、失敗談経験談踏まえての話なんですけれども、まあ、結構お部屋探しのスタートっていうと、やっぱりこう学生さんとかの、まあ、大学とか何か進学するにあたって一人暮らしをスタートするっていう方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ自分の経験失敗からなんですけれども、学生のまあ1年目、要は初めての引っ越しっていうのは、変にこうワンルームとか 1K とかで、まあお部屋探しをですねするよりも、まあどうですかね、シェアハウスみたいな感じで、結構共同スペースで洗濯機があったりとかお風呂があったりとかするようなタイプの、あの引っ越しっていうのが、まあ、一ついいんじゃないかなと思います。でこれは特にあの地元じゃないところにこう、引っ越しをして新しい生活をスタートするっていう場合ですね。はい、でまあ要はその部屋がですね、どういう、まあ何て言うんですかね、不便さを抱えてるかっていうのが、まあ、結構わからなかったりするんですね。で実家住みだった時には感じれなかった、まあ、騒音のことだったりとか、スーパー行くのって結構近くないとストレスだなとか、もう学校に近くないとやっぱ嫌だなとか、うん、あとはまあ別にこう例えば音楽活動に目覚めちゃったみたいななので結構そういうライフスタイルにシフトしたいなとか、結構そういうのが結構様変わりするのが、まあ、学生生活なのかなとは思います。なのでそういうところを踏まえて、まあ、いきなりですね家電とかカーテンとかですね、いろいろ必要になると思うんですけれども、それらをですね初めに揃えてしまうと、なかなかこう身動きが取れなくなってしまうんですね。なのでそれよりもちょっと安い、本当に2万円台からあるような、まあかっこよく言うとシェアハウスみたいな感じで、まあ共同スペース使わせてもらうようなタイプのですねところに住んで、それからちょっと自分のある程度価値観というかが定まって2年目とかにですね、改めて一人暮らしをスタートするっていう方法が結構いいんじゃないかなと思いますね。でもなんならそういう共同スペースでも全然大丈夫だなっていう人はそのまま住めば、それはそれで家賃がすごく安く収まるので、まあ、違うところにですねお金を使っていけるのかなと思います。まあ、学生さんだったら長期休みにみんなで旅行行ったりとか、はい、そういうのもできると思うので、一つ方法としてはいいんじゃないかなと思います。自分も引っ越しのたびになんかこうカーテン変えたりとか、家具家電とかがサイズ感が合わなくなっちゃって泣く泣く手放したりとかですね、そういう機会があったので、うん、そういうのを考えると一つ方法としてはいいんじゃないかなと思います。
安い順で見ていますが、朝日荘 1.8 万円。これ、最安値かもしれないですね。管理費なしですね。お、なかなかいいですね。キッチンもついてるタイプで、このお値段ってなかなかないですからね。エアコンも綺麗。続いてこちらワンルーム 2.8 万円。実際りょうさんが住んでそうなお部屋ですけども、 4.5 畳。あとはまあ、どういう人と改めて仲良くなれるかっていうところもあったりすると思うんですよね。結構こう友達、まあ仲のいい友達ができて結構よく遊ぶから近くの方がいいとかですね、はい、まあ、彼氏彼女ができてっていうので引っ越しをしたいなと思ったけど今のところ離れられないとかあったりするので、学生だとどうしてもちょっと身動き取りづらい部分はあると思うので、まあ、1年目にそういう選択をするっていうのは、うん、まあ、残り 2,3 年とかを後悔しないためにもいいかもしれないですね。はい。で、賃料高い順見てるんですが、ちょっとまた一軒家が多いですね。賃貸マンション、サクシード、店舗ですね。これは 1K30 万円。これはセンチュリーレジデンス新築3階でワンルーム30万円なので、これも店舗ですかね。でこちらがマンションですかね。高砂1丁目マンション 4LDK。 これはリノベーションをしていくよってことなんですかね。マンションというよりもまあ一軒家に近いような雰囲気ですね。タワーマン系が来ましたね。タワーレジデンス築13年41階 2LDK で25万円ですね、はい、なのでぜひ皆さんも学生さんで見てる方がいたら後悔してることとか、うん、これはやっててよかったよみたいな引っ越し術があればぜひ教えていただけたらなと思います。はい、では最後こちらですね。ソレア 3LDK 24.8 万円。まだ立ってないんですかね。はい、ということでいかがだったでしょうか。本日は東京都の、葛飾区でお部屋を探してみました。この動画がためになった、面白かったと思ってもらえたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではハイアンのごよりゆうでした。バイバイ。